こんにちは、伊藤フロイスです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は京都八瀬瑠璃光院に来ています。それではどうぞ。比叡山電車八瀬比叡山口からは約5分、京都バス八瀬駅前バス停からは約7分、高野川に沿って下流側に歩くと瑠璃光院に到着します。今の時期の紅葉シーズンではすぐに入ることができなくて入場待ちになってしまうこともしばしばです。私も1時半過ぎに行ったんですが、実際入れたのは4時40分から、グループで入場する形になりますので、十分に余裕を持って、計画的に行くことをお勧めします。瑠璃光院は京都市左京区上高野にある寺院です。岐阜市に本坊を置く浄土真宗無量寿山光明寺の寺院で、本尊は阿弥陀如来だそうです。もともと別荘として造営されたもので、1万2000坪の敷地に数寄屋造りの建物と日本庭園を有します。通常は非公開だそうなんですが、春と秋に特別公開しております。今回入場料は2000円、でした。ここ八瀬の地は八瀬とも記されるように、壬申の乱で背中に焼き傷を負われた、天武天皇が八瀬の釜風呂で傷を癒されており、平安貴族や武士たちに安らぎの里として愛されてきました。本願寺歴代門跡もしばしば訪れたと記録に残されており、明治の元勲三条実美公は当時の案に企画帝と名付けて直筆の命名額を下されています。その後、大正末から昭和の初めにかけて、1万2000坪の敷地に延べ240坪の数寄屋造りに大改築するとともに、自然を借景とした名邸を造営。建築に当たった棟梁は、京数寄屋造りの名人と称された中村外寺。築邸は佐藤藤右衛門一棟の作と伝える。瑠璃光院といえば、何といっても書院2階のこちらのお部屋が有名です。注目すべきは、この机に、反射した、綺麗にリフレクションしたもみじが、有名です。ちょうど行った時中途半端な時間だったので、あまり綺麗には映せませんでしたが、本来であればこんな感じ。綺麗に映るとこんな感じ。また新緑の季節になるとこんな感じ。機会があれば安らぎの里に、行かれてみてはいかがでしょうか。それではバイバイ。